皆さん、こんにちは。今回もスパークスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手からランダムに選抜して、世界にたった一つだけのチームを作るようなたびに、完全に新しいチームが出来上がります。はい。韓国ソン・フンミンですね。2018年チャンピオンズリーグで、活躍しましたね。キック、スピード、フットワーク、ドリブル、ラストパス、スタミナ、動き出し、意外性と。まあ、ステータス的にね、センターフォワードですけど、ウィングもね、できますね。ただこの、動き出しの高さね、やっぱり得点ゲットのところで、活躍してもらいたいですね。ドイツのベルナーと、ドイツのね、リロイ・ザネ、ニャブリ、ベルナーと3人のね、スピードスターのトライデントですね。はい。あと、ドイツスピードあるね、フォワード、マルコ・ロイスがいますけどね、誰か、スタメンになるのか分かりませんけど、ウェルナーもね、スピード91、フットワーク90、シュートもうまいですね。これは本当に、で、動き出しもついていると、センターワードもね、できる能力ですね、十分。ゴンサロ・なんとかポルトガル、プレッシャーのオーストラリア、フランスのマルティティがいますね。フランスの左のハイプレスを支える存在ですね。非常にプレッシング能力高くて、あと、スピード89がね、これが、プレスからのカウンターに意外と関連していてね、マルティティのボールを取られると、高速のドリブルがね、すぐに飛んでくるっていうね、非常に厄介な相手ですね。アルゼンチンのセンターミッドフィルダー、アメリカのセンターバック、コスタリカのセンターバック、ナイジェリアのサイドバックの選手ですね。酒井宏樹がいますね。はい。ムスレラ、ウルグアイのキーパーが入ってます。で、控えが、ブラジルのマルセロ・コンノヤス、はい、アルジェリアのセンターバック、中島翔也と。マルセロね、世界最高の、左サイドバックといっても過言ではないと思いますね。まあ、あるいはね、バイエルミュンヘンのアラバかマルセロかというところですね。だいぶタイプの違う2人ですけど、マルセロね、攻撃面だけ見れば完全に世界最高ですよね。はい、非常に強力な選手ですね。タッチ95、ドリブル86と、はい、フットワークも90、本当にね、サイドバックらしからぬ攻撃的な強さですね。これを持ってますね。このタッチとね、フットワークの柔らかさでね、ドリブルを成功させる、あるいはね、パスのうまさ、ね、どう使ってね、意外性のあるプレーで、相手のね、敵陣を崩すことに長けている、そういう選手ですね。一方で守備面の課題も指摘されてますけど、実際にね、そこまで守備が脆いわけではないですね。ただ、非常にオーバーラップが激しいんでね、その裏のスペースね、どうしても狙われてくるんで、それが悪い印象を与えてしまうのかもしれませんね。はい。ウスレラを変えます。いや、どうしようこれ。この人変えるか。中島翔也。あと、今野ですね。まあ、今野入ってくれるなら相当、ここですか、でも。はい、交代要員ね、センターバックもいますね、これは。で、中島、この人真ん中か、じゃあ、プレッシャーの。プレッシングラインはどこに置くか。マルティティ前に上げたいですね、これ。いや、そうか、できないのか。これですか。ちょっと今度が低い気がしますけどね。酒井宏樹。マルセロ。あ、そうか、マルセロセンターもできんのか。いろいろやりようがありますね、これ。あるいはね、これでもいいですけどね。これの方が絶対効くか。これですか。ちょっと平均的すぎるフォーメーションですけどね。ちょっと見てみますか。中島トップ下で、はい、で、2トップですね。この2人並列に並べても問題ないと思います。で、酒井宏樹にマルセロと、非常に強力なね、攻撃陣ですね。相手はポルトガル。はい。ポルトガルか。はい、マルセロのね、ボールタッチで、ここかわしていきたいですね。はい。ベルナー、折り返しはキーパーと。いいですね。形はもう完全にね、崩した形ですね。あと、ポルトガル、クリスティアーノ・ロナウドと、ベルナルド・シューバのね、左のウィングが怖いですね。はい、奪って、ベルナー、プレッシャーの、酒井宏樹と。ちょっとパスがね、つながりが悪いですね、今のところ。はい、奪って、ここ使いたいですけど。はい、どうもね、ボール取られてますね。そうか、意外とね、ポルトガル強いですよね。いやー、操作ミスです。ひどい。シュート打っちゃった。はい。いやー、うまい。うまいですね、この人。ちょっとやっぱりね、中島の裏のスペースでね、今、ボールキープされたんで。いやー、シュートまで行かれた。
ちょっと、そんなに、シュート打たれるような、メンバーじゃないんだけど、酒井宏樹。マルセロのシュートはキーパーと、惜しくもキーパーですね。中島翔や真ん中、プレッシャーのヘディング、いいですね。攻撃の形はできてますね、完全に。バイタル使って、サイドうまく使えないですね、今。はい、マドゥイティが激しく、やばい、これは1点でしょ。そうですね、クリロナちょっとシュートまで行かれるとね、さすがに、まあ今止めてくれましたけど、相当厳しくなりますよね。はい、これクリアで、ベルナー落とし、プレッシャーの、はい、坂広キーで、ベルナーに、縦に速いサッカーですね。はい、強烈に蹴り込んで1点と。やっぱりね、ベルナーの推進力が、非常に役立ってますね。さあ、どうしようかな、フォーメーション。はい、やっぱりここちょっと変えたいですね。中島移して、マルセロとコンビ組ませてね。ちょっと、やっぱり真ん中にプレッシングマンいないと厳しいものがあるんで、マデューティー真ん中にします。で、ちょっとソフミとね、コンビネーションで、ここ三角形作りたいと思います。どうなるか。もっと変えてもいいのか、でも。はい、奪って、ベルナー、ペペですね。はい。で、ポルトガルセンターバックのね、ペペとジョゼフォンティのコンビネーションも強力ですね、なかなか。勝てるチームだと思いますね。はい。中島翔也、一回当てて、クロス、ベルナー、ヘディングと。いや、いいですね。ヘディングは、割とフリーで打てましたね、今。はい、クリロナ、キープ。ここ、あ、なんか空いてんな、でも。はい。あ、中島の裏か。やっぱり狙われるんだ。はい、3分目のシュートは外れると。今の、ね、形は良かったですけどね。はい、マトゥイティ・ベルナーキープ、3分目、マルセロに戻して、上げて、中島のヘディングは、ちょっと、はい、ファーサイド。いやー、強烈。はい、今ね、ペペを振り切りまして、ベルナーの動き出しですね。はい。非常にうまい動きだと思いますね。なかなかね、ペペ、世界最高クラスのセンターバックなんでね。裏を取ること難しいと思いますけど、このね、スピードがやっぱりありますね、ベルナー。はい。キープ。今の。マドゥイティ、上げて。ちょっとね、やっぱり、つながりが悪いですね、この辺。はい。まあ、やっぱりね、サイドミッドフィルダーにしちゃって、トップ下、はい。マドゥイティのシュートと。そうですね、どうしてもね、中島の裏は狙われちゃうんですよね。で、あと、まあ、使うなら左からね、やっぱり ここ使っていった方がね、前線との連携取れると思うんですけどね、まあ、高めに取らせる方法もなくもないけど、やっぱりソンとね、ベルナーの、得点能力ですね、これが非常に高いんで、攻撃で何やっても成立するかなと。で、まあ、これはしょうがないですね。中島の裏とかね、狙われちゃうの。攻撃的な、インサイドハーフね、どうしても必要なんで、あとはね、中盤のプレッシングマンがカバーリングするしかないと。はい。もうサッカーではしょうがないようなところがありますね。今度か、ロングフィートちょっと掘ってみます。はい。ベルナーキープ、ソンに落として、シュートで1点と。はい。やっぱりね、ベルナーとソンが相当効いてますね。はい。できればね、左から、重点的にね、崩したかったですね。はい。いやー、ひどい。はい、マデュイティ。マルセロ、中島の位置が高いですね。ソン・フミン、中島翔也と、はい。今ね、中島若干開いてもらってるんですけど、ちょっと動きかぶっちゃいましたけどね。シュート力あるんで、今みたいな形でもね、ミドルシュート気味にゴール決まるなら、はい、ソン・フミンの突破にかわして、マルセロを使うと。いやー。はい、というわけで。最後惜しかったですね。4-0 ですね。ちょっとね、得点伸び悩んだのは、やっぱりポルトガルのね、ディフェンダー、ペペと、ジョゼフ・フォンテですかね。この二人が、連動はね、高いですね。ペペもう前世紀過ぎちゃいましたけど、これ前世紀のステータスなんでね、なかなか食い破ること、難しかったと思います。その中でもね、やっぱりベルナーが裏取って、1点取ったのはね、非常に大きな意味があると思いますね。ペペはね、前を取るっていうのはね、相当難しいと思うんですけどね。はい。全体的にフォーメーションね、中盤の形、特に中島の使い方で、
まあ難しくなりました。日本代表でも中島守備免除されているような状況ですんで、もともとね、体格的にあれですし、攻撃的な選手なんでね、しょうがないですけどね。はい。まあやっぱりね、中島を使うことによって中島のカバーリングをどうするかですね。これに、終始ね、今回90分通して頭を悩まされた形ですね。やっぱりね、攻撃、守備免除みたいな選手を1人入れるだけでね、これだけもうね、チーム戦術から考えていかなきゃいけないというようなことになりますね。だから、攻撃的な選手にね、求められる攻撃成功率っていうのはね、なかなか高い圧力があるかなと、チーム内の圧力ですね、はい、思いますね。で、まあ、中島ね、もっと言ってしまえば、まあ、全然ウイングでね、左の高い位置で使ってしまえば、守備の軽さは目立たないかなと、中盤で使うからね、どうしても目立ってしまうんであって、高い位置ですね、ここで使ってしまえば、あるいはね、センターフォワードじゃないか、ストライカーですかね、はい、この辺で使ってしまえば、守備の軽さ、目立たないかなと思いますね。まあ、前線でね、まあ、それでもね、やっぱり、ディフェンスのね、枚数ですね、まあ、4-4ブロックなんて言ってますけど、8人ね、はい、あるいは、守備的に行くならさらにもう1人足して9人ですね。10人全員引いて守るというのはなかなか戦術的に難しいですね。まあ、引いて守ったらカウンターがね、もう前線フォワード残さないとね、10人引いちゃうとカウンターがね、なくなっちゃうんでね、5-5ブロックっていうのは普通はね、あまりやらないですけど、アトレティコ・マドリードでしたっけね、その辺のチームはやったりもしますね。で、カウンターは飛び出しを狙うと、で、ターゲットもね、置かない感じですね。はい。まあ、やっぱりね、一般的には4-4ブロックが一般的ですからで、ちょっとね、格上対格下の格上側の時は前線に3枚残して、まあ、4枚3枚で守って相手にね、攻めさせるみたいな、この辺はね、統計的に相手の攻撃の成功率が低いと見た時のチーム戦術でしょうけどね。はい。で、何が言いたいかというと、中島をね、前線で使う、で、守備的なね、リスクを減らすにしても、やっぱり中島が前線に残る分、誰か1人は戻らなきゃいけないと。日本代表でいうと、大迫勇也は中盤に戻らなきゃいけないかもしれませんね。はい、守備の状況では。っていうことですね。はい。だからね、攻撃的な選手ね、守備免除っていうのはそれだけの功罪があるということですね。ただ単に攻めればいいというだけじゃなくて、その守備のカバーリングをチーム内でケアしなきゃいけないんで、その分ね、攻撃、ドリブル成功率、シュート成功率ね、高い選手ではないとなかなか役割を与えられないような感じですかね。はい。まあ、何回も言いますけどね、サッカー攻撃と守備が表裏一体なんでね、その辺のことも考えていかないと、攻撃だけでは考えられないということですね。はい。で、ちょっとね、喋りすぎですけど、酒井宏樹、クロスのね、精度高いですね。ソン・フンミンを狙っていくような、ウェルナーを狙っていくようなクロスあるかもしれませんけど、今回ね、スピードあるセンターフォワード2人なんで、縦に速いサッカーをね、もう少し展開してもよかったかもしれません。ただその場合ね、レジスター、ファンタジスタ、ボランチアンカーね、日本代表の柴崎岳のような存在が必要だったかもしれませんね。今回はセンターミッドフィルダーの真ん中にマテューリー入ってね、これ完全にプレッシングマンなんで、マテューリーからロングフィードはあまり出ない、期待しないっていうね、そういう戦術なんでね、まあ、縦に速いサッカーではなくて、何ですかね、今回は。まあ、パスサッカーですかね、一応。あと、マルセロの個人技。あと、まあ、ツートップの連携ですか。ちょっとね、古い形ですね。だから、ツートップの突破力を生かして攻めていたような、そういう印象を受けますね。4-4-2ですね、典型的な。はい。という感じですね。全体的に非常に、まあ、攻撃、メンバーはね、非常に良かったと思います。ちょっとね、得点が伸び悩んだっていうのが、ポルトガルの善戦した要素かと思いますね。はい。というわけで、今回はサッカー、ポルトガル代表相手に4対0でした。また次回、シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。